島田翔25歳、ビンゴ島並みエンシア、所属年数3年、客室はパンチャーです。大学を卒業してからもう2年、3年経つ、大学在学中からやってるので3年目ですね。はい、翔ちゃんが多いですね。島翔とかもありますし、翔ちゃんがこう一番愛嬌あっていいなと思ってます。アットホームですね。うちのチームはあまり先輩後輩とかない感じなので、エンシアはこう広島のチームになるんですけど、僕は出身愛知で、僕にとってはこう広島の家族のようなアットホームなチームだなっていうのが一つ印象ですし、まあ、皆さんそう思ってらっしゃる方が多いんじゃないかなと思ってます。はい、ライバルはそうですね、今は稲雨っていうチームで走ってるこう小出樹っていう、まあ、ちっちゃい子がいるんですけど強くてですね、ちっちゃいなりに、で大学時代ずっと一緒に走ってて、僕の方がもう全然弱かったんですけど、まあ、今同じ社会人という立ち位置になったので、社会人同士こうライバルとしてぶつかっていってますね。今仲いい人って結構割と仲いい人いっぱいいるんで、一人にはちょっと絞りきれないですね。はい、すいません。学生時代に走ってたインカレっていう、まあレースがあるんですけど、それがだいたい130キロぐらいあるコースで、僕の年は結構長野 の宮佐っていうところが 2、3 年ぐらい同じコースであったんですけど、まあ、2年生の時とかはこうやっぱり走りきれなかったりして、で、まあ、3年生4年生に上がっていくにつれて、どんどんこう走りきれたりとかですね、100キロをこう逃げに乗ったりとか、そういった経験ができたレースがあったので、そういうやっぱ学生ならではの長丁場のレースっていうのはすごく思い出に残ってます。どんどん力をつけていって、今のエンシアにもこう声かけてもらったっていうのもありますし、うん、やっぱりそういったところは今の自分につながってるんじゃないかなと思ってます。得意なコースでいうと、こう1分とか2分とかこうちょっと登って、ですぐ下り入って、もう一回登っていくみたいな、ちょっと登ってみたいな、こう起伏のあるコースは好きですね。うん、結構走ってて楽しいなって思いますし、自分的にはきつくないなっていうのがありますけど、逆にずっと上りのヒルクライムレースがですね、乗鞍とかああいうところはちょっとすごい自分は苦手です。トラックレースとかも僕やってたんですよね。トラック競技場を走る、あれで一つエリミネーションっていう競技があるんですけど、毎週毎週最後尾の選手がそう降りてくものがあって、あれは僕得意でしたあれだけは最後にならなきゃ OK っていう感じでこう走ればいいところまで残れるんで、あれは好きでした。はい、ないんですよね。まあでも あるかもしれない。なんか結構いろんな選手と喋ったり、仲いい選手と喋って、まあ皆さんやられてるかもしれないですけど、でもそれぐらいかな。何か特段何かを決めてやってるとかないですね。もう僕オープンなんで、なんかこうムカムカしてるとか一切ないんで、気軽に話しかけてもらえればなと思ってます。レース直前でも全然大丈夫ですよ。まあ、やっぱり僕ミスチルが好きなんですけど、まあ、高ければ高いほど登った時気持ちいいよなとい う歌詞があるんですよね。それがやっぱり好きかなというのを今作り上げました僕ミスチル大好きで、こう歌ったりするのも好きで、去年もライブ2回行きましたね。歌うのが好きです僕、聞くのも好きですし、レース前聞いたりよくしますね。それ逆に言うと ルーティンかもしれないですね。できるだけこうカメラに映るように前の方でずっと走ってます。多分僕だけがチームの中でも、まあ、しっかりまずはレース走り切って、皆さんの応援に応えたいっていうのがあるので、まあ最低限のこう目標はそこなんですけど、やっぱり社会人になって、うちのエンシアってまあ、プロチームではあるものの、やっぱりこう社会人チームっていうのもあって、本業がやっぱあります。レースの目標っていうところで言うと若干話はそれちゃうかもしれないですけど、やっぱりその本業のところと自転車のこのレース
をこう両立してうまく こなしていってですね、であ島田頑張ってるなと、そう思っていただけるようなこう、まあ、日々の生活をとっていければなと思ってます、会社の人だったりとか友達だったりとか、まあ、家族ですね、いろんな人が本当に自分のことを応援してくれてるので、まあ、やっぱり自転車ってこう見せ方って勝つだけじゃないと思うんですよ。こう例えば途中逃げたりとかですね、そういうのでこいつ面白い走りするなっていうのを見せて、目立ってですね、島田っていうのがすごいんだよっていう風に周りに自慢できるようにですね、皆さんが頑張りますんでよろしくお願いします。